皆さんこんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。旅行の計画についてです。皆さんはは今年のの夏旅行の計画がありますか私はありりまますすかか私月月に 一週間くらいの休みが取れそうなので、どこかに旅行に行こうかなと計画をしていました。まだ海外はなかなか行きづらいので、今は日本の、日本国内を旅行する計画を立てています。本当は海外に行きたいんですけれども、 ワクチンが3回必要だったりあとはもし旅行中にコロナウイルスにかかってしまったら病院はどうするんだとかいろいろ考えなければいけないことが増えてちょっと難しいなと思ったので今年の夏は日本国内を旅行することに決めました。 私が今考えているプランは九州を旅行することです。皆さんは九州というのがどのエリアか知っていますか九州は西日本にあります。中国とか台湾と最も近い場所にあります。 そこのま鹿児島とか宮崎とかま九州でも南の方にある地域を旅行しようかなと思っていますそこを選んだ理由は行ったことがないこととあと少しでもリゾート気分を味わいたいなと思ってそこを選びました 沖縄だと9月は台風が多いですしあと、まあ、沖縄は何度も行ったことがあるので今回は九州を選びました特に宮崎県はリゾート地としても人気ですなのでリゾート気分を味わうために宮崎県に行ってみようかなと思いました 私は日本を旅行するよりも海外を旅行する方が好きなのですが、まあ、せっかくの機会なのでこう日本国内のいい場所をもっと探していきたいなと思いました今回の1週間の旅行で3つの都道府県 いや4つですね4つの都道府県に行くことになりそうですなので4つ増えるのでこれからもいろいろな場所に行っていずれは47都道府県すべてを訪れてみたいなと思いました皆さんの今年の夏の予定は何ですか それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあまたね